皆さんお疲れ様です。小川太平の事件考察室、本日はですね、旭川女子中学生事件についてお話をしたいと思います。先日7月19日月曜からですね、21日水曜まで、3日間ではありますが、先月に引き続き取材に行ってまいりました。6月はですね、21日から3日間、今月ちょうど1ヶ月ぶりになります。19日から21日まで行きました。まあ、行く前にね、皆さんから旭川非常に暑いですよと、言ったような話をされてたんですけどもね、実際見て行ってみるとですね、まあ、確かに30度は超えてましたけど、東京の暑さとは全然違うなという感じがしました。東京に戻ってくるとですね、羽田で飛行機から降りた瞬間、ムーッとしたね、この空気、ね、やはり湿気っていうのは大きいんだなと思いました。はい、今日はですね、この7月19日月曜から21日水曜まで旭川に取材に行ったですね、取材の報告をこの私のチャンネルで、報告させていただきたいと思います。今回はですね、まず何を報告するか、何を取材したかということで、ここに、8点書かせていただいています。永山中央公園、市の教育委員会、警察、第三者委員会、教員の方、極道会、これ、ね、反社ですね、暴力団、あと市議会、あと AGO というふうに書かせていただきました。これ以外にもですね、いくつか取材はしていますし、もっと取材をしたいところもあったんですが、今回、まあ、報告と言えるかどうか分かりませんけども、実際に当たったところ、この8カ所プラスいくつかございます。この8カ所をですね、今回のチャンネルで全部報告することはちょっと難しいので、まあ、何回かに分けて話できると思いますが、まずここからいきます。まずね、永山中央公園行ってきました。永山中央公園、どの場所か皆さんご存知だと思います。どういう場所かね、3月23日にね、まあ、ご遺体が発見された場所になります。ちょうど今ですね、永山中央公園っていうのはちょっと歩道なんですけど、ちょっとね、こっちもらっていいですか。ここのね、ちょっと歩道上剥げてるところ、これ除雪車の跡らしいんですね。ですから当時もここは雪がなかったんですよ。雪がない、で雪がないんですけども、じゃあここからどうなのかっていうと、実はね、ここちょうどこのトイレの上にですね、雪下ろしを、雪下ろしの作業をしていたそうです。ですからここはですね、作業をする人が歩いていくので、足跡がついていた。なお高さはですね、だいたいこの辺りでもこの胸ぐらいまで雪があったんじゃないかということです。ただここ歩いているので足跡がついているということで、でただトイレですね、このトイレなんですけども、実は当時、シャッターがね、閉まってました。これはもう24時間。その時期はシャッターを閉めてトイレを使うことはできません。といった状況です。ちょっとですね、この上を見ていただけますか。ここね、街灯あります。あとこちらですね。街灯。ね。あとこの街灯。このね、3つの街灯。ね。実は、この3つの街灯は、当時、すべて、切れてました。切れていたことが分かりました。つまり、この辺りは、もう真っ暗だということです。で、このちょうどこの茶色のところですね。この場所がですね、当時は、歩くスキーの方がね、使っていたということです。それでですね、本日新たに、まあ、ご遺体が、ご遺体を発見した箇所というものが、ね、分かりました。まあ、警察の方が臨場してね、最近ね、立ち会った方に、お会いすることができました。ちょっとね、いろんな事情があって、本人、この動画に出ることはできませんけども、今ね、近くにいますけどもね、お話しすることができて、場所を教えていただけたという、雪の高さ、この辺りでも、まあ、胸ぐらいまでは、1メートル以上はあったんじゃないかという。ただここはですね、このちょうど歩道のところですね。この歩道のところは、足跡があったので、歩道からですね、人が入ってくることは、まあ場所的にはね、非常にこの場所から近いところでご遺体を発見したということで、ちょっとね、お花を持ってきたんですけども、そこにね、お花を置いてしまうと、ちょっとまた、いろんな方が来るので、一旦お花を置きますけども、その後、献花台の方にお花を持っていきたいというふうに思います。はい、以上です。
ご遺体が発見された箇所というのはですね、これまで正確に伝えられてなかったんです。それが今回、分かりましたということなんですが、実はね、分かったんですけども、これ私直接言われてるわけではないんですが、ご遺族の意向もあったりとか、そういったことがあるので、私あえて、どの場所だということはね、ちょっと話するのは控えさせていただきます。ただ気持ち的にね、お花を持ってちょっと行きたかったということで現場行かせていただきました。ですから映像を見てもね、ちょっと背景だとか周りも全てぼかすような形になってしまいましたが、お許しをください。あとですね、これまでいろいろな方々がね、いろいろな話を聞いて、ここではないかあそこではないかっていったような話があったんですが、残念ながらね、いずれの場所も違ってました。同じ公園内ではありますけどもね、ということです。で、あとね、一つだけちょっと私の方から申し上げておきたいことというのはですね、このご遺体が発見した時にということでですね、これ誰が、どこで書いたかちょっと分かりませんが、私のところにそういうね、連絡があったんですけども、ある方というかね、その方が、このご遺体発見された時にね、服装着衣をつけてなかったっていったような話をしている人がいるんですが、本当ですかというね、問い合わせが私のところにありました。それは間違いです。ちゃんと服は着ています、ね。そういったね、デマ情報というのも流れてると思いますけども、そういった服装、ちゃんとした服を着ていた。もちろんどういった種類の服、ね、これはパーカーですね。これは警察の発表でもあったかな、パーカーを着ていたと、色も分かっています。その見た方がね、その方は警察とのね、見聞というか、そこに立ち会った方です。ということで2月23日の時はそういった服装だったと。ただ2月13日ですね、行方不明になった時の服装、これはね、はっきり私は分かりません。チラシ等ですね、チラシ貼られたり、チラシ配られたりとかしていたチラシにはですね、行方不明の時ですね、持っていたカバン、ね、ブランドのカバン、あとは長靴等は表記されていましたけども、服装についてはなかったんですね。ですからその間、2月13日から3月23日までずっとこの同じ場所にいたのかどうかっていうこともですね、定かではありません。2月13日14日っていうのはね、15日の夜からかな、雪降ったのが。それ雪降ってないんです。雪降ってないとなると、あ、じゃあ雪積もってないのかななんて私たち感覚は思うんですけども、そうではなくて、それでもですね、非常にもう雪は積もって1メートル以上積もっていたといったような話もあります。ちょうど除雪車が公園の脇の歩道の上を走るので、歩道がこうすり減ってるのがこのね、映像でも分かると思うんですけども、そこは雪がありません。ただ公園に入ると雪があると。ただこの脇のところにあるトイレ、公園内のトイレ、ここシャッター閉まってるんですね。私が説明している通り、シャッター閉まってるトイレがあるんですが、このトイレの上に雪かきをしなきゃいけない。雪かきをする人がこの歩道から一番近いもんですから、ここは歩いていくんですね、雪の中ですから。そこはこう歩けるような形になっているそうです。ですからそこからなら公園内に入るのも意外と容易に入れるのではないかなといったような話もありました。あとは2月13日から3月23日、これご遺体の見聞ではですね、約1ヶ月ぐらいじゃないかというふうに言われてましたけども、じゃあ1ヶ月っていうと2月23じゃないかってことになるんですけども、ね、これ1ヶ月なのか、ね、35日なのか、その辺は非常にこう微妙な範囲になります。これ今回の話じゃないですよ、一般的な話、変死というのがあるとですね、例えば死後2時間とか死後3時間とか、これ比較的というか、それはほぼほぼ間違いなく分かります。私も何度もというか、200体ぐらいですけども検視はしたことがあります。30年いて200なんで、そんなに多くはない。私はそれ専門ではなかったもんですから。ただ一時期ね、警察署にいる時に鑑識当直っていうのをやったことがあるので、変死も扱ったことがあります。で、そういった中でまず例えば顎だけが硬直している、あとは硬直ない、固まるってことですね。
そうすると、あ、死後2時間かなとかですね、そういうふうに死斑の状況、あと硬直の状態等で分かります。ただこれが3日4日経ってくると非常に微妙になってきます。もちろん周りの温度、その環境にもよります。しかも今回のような雪の中だとするとですね、非常に、死亡推定時刻というものがね、いかにこの観察医の先生とはいえ難しいのかなという感じがしています。そこでね、まあ、私だけじゃないです、いろいろな方が情報提供を求めて、この2月13日から発見まで、この被害女性を見た方がいる目撃情報等を皆さん探している方がたくさんいらっしゃるのも私は存じ上げています。その中でですね、まあ、2月の何日ところ、まあ、私のところに来ている情報だと2月20日という話が来てますけども、この2月20日というのもですね、ちょっとね、服の色が違ってるんですね。ただ服の色が違ってるから違うのかというと、着替えればいいわけですから、ね、そのずっと同じ服でいるわけではないというふうなことがあります。ただじゃあ何色の服なんですかって言われると、それを言うとね、皆さんがその色に合わせてくる、合わせたい気持ちになるので、あえて色は申し上げませんけども、そういったことがあります。ですから今後もね、どちらかでこういった服を着た方を見たとかっていうのがあれば、ぜひ情報を提供していただきたいと思います。次にですね、旭川市の教育委員会の方に、行ってまいりました。まあね、これアポなしです。行けばね、まあ、会ってくれるかどうかもわからないというよりも、まあ、門前払いだろうなという気持ちで、伺いましたけども、実際は会っていただけることになりました。ちょっとびっくりしましたけどね。この旭川市教育委員会学校教育部、教育指導課の、ね、方お二人とお話をしてきました。ちょうどね40分ぐらいお話を聞いてくださいました。ちょっとね、まあ、ちゃんと対応していただいたことには、ね、感謝しています。ただね、受付というかお話をしてからすったもんだして、右行ったり左へ行ったりね、走り回ってました、その候補の方が。それでようやく通されましてね、旭川市教育委員会学校教育部教育指導課というところのね、課長補佐の方と主幹の方、2名の方が、対応していただきました。その2名の方、顔を映さなくていいので、後ろから、まあ、全部でなくていいから、5分でも3分でも動画撮らせてくれないかという話をお願いしたんですけども、一応ね問い合わせはくれたんですけども、まあね、課長補佐と主幹の方ですから非常に上の方なんですけどもね、それよりも偉い人に話をしたんでしょう。ダメですと。なんでダメなんですかっていうと、まあ他の方が来た時にもね、撮らせるとまたってことになる、まあ、確かにそれはおっしゃる通りだなということで、そう無理強いもできませんので、じゃあ分かりましたということでね、お話だけを聞いていただきました。まあ内容また後でね、私のライブ等でも話をしたいとは思いますけども、簡単に言うとですね、第三者委員会を立てに、詳細なお話はしていただけませんでした。というのはですね、この課長補佐の方がおっしゃってましたけども、私ども旭川市教育委員会、学校教育部教育指導課は第三者委員会の調査対象に、なると思われるところですと、ね、なっているとはちょっと言えませんけど、なると思われるところなので、詳細なお話はできませんと。じゃあ個別に私が聞きたいことがあるので、もし答えられる範囲で答えていただけませんかという話をしたら、まあ答えられる範囲でと、多分ダメでしょうけどみたいな話だったんですけども、まあいろいろ聞くとですね、まず一つはね、うっぺつ川の話を私聞いたんです。そしたらうっぺつ川の話は、まあこれ口を滑らしたのか、つい本音が出てしまったのか分かりませんけども、うっぺつ川のことは知ってますというふうに課長補佐、主幹の方答えてくれました。あ、そうなんです、うっぺつ川のことはじゃあ知ってるってことは、学校からね、学校から報告が上がってるわけですよねと、ね、これ知ってるってことは学校から教育委員会ね、報告が上がってるんですよねって言ったら、まあそうですと、ね、学校から報告が上がらなければ教育委員会の人がうっぺつ川に、入ったことって分かりませんよねと
という話をしたら、うっぴつ川に、こう、まあ、入らされたという話を私がちょっと水を向けたんですけども、いや入らされたというか、うっぴつ川に入ったという表現をしましたけど、入ったという話を聞いてますと、じゃあ入ったという話を聞けば教育委員会の方ですから、ね、いくら6月とはいえ自分で好き好んで川に入る、しかも女の子なんかいませんよねと、それを聞けばえっと思って、なんで入ったの、でどうしたのって、聞かれましたよねという話をしたら、それ以上はお答えできませんと、いうことでした。ですけど、まあ、当然ですけども教育者ですから、そういうことを聞けばね、そこにいじめがあったのかっていうことは、ね、ピンときてるはずなんです。それは分かっていると思います。で実際に今回、第三者委員会では今回のことが、まあ学校側も、教育委員会側もいじめはなかったとかね、すっとぼけていたけども第三者委員会でいじめのことは当然認めると思いますよと、それはまあ結果ありきで私分かってますけどと、過去の第三者委員会を見てもという話をしたら、それについては返答ありませんでしたので、じゃあ今の時点、ね、当時は分からなかったでいいです。今の時点では、いじめはあったというふうな認識はございますかという話をね、したところですね、それについても今の時点ではお答えできませんというふうにね、まあ、非常に申し訳なさそうに答えていただきました、はい。まあ、教育委員会そういう感じです。もっともっとね話したいことあるんですが、時間の都合でどんどんいきます。次北海道警で、今日はですね、旭川東警察署来ています。ちょっとこれからね、お話を伺いに行ってきます。それでは行きます。今ちょうどねぴったり1時間、話を聞いてくださいました。まあ内容についてはちょっと言えることあまりないんですけどね、また後ほどご報告したいと思います。ちょうど今9時50分ですね、9時前に入りまして約1時間お話をさせていただきました。最初はですね、旭川東警察署に行きました。旭川市には旭川東警察と旭川中央警察がありますが、この長山中央公園等はですね、旭川東警察署の管内です。この旭川東警察署の中に、ちょっといびつなんですけどもね、この方面本部があるんですね。旭川東警察署に行って2人の警察官とお会いをしてお話をさせていただきました。その後にですね、北海道警旭川方面本部の幹部ですね、警部さん、若い方です。将来署長にぐらいになる、ね、非常に優秀な方ではないかなという方とお話をさせていただきました。まあ、何を話したかというとですね、まあ、私が今までやってきたこと、私が、まあ、不審というか、私がちょっと納得いってないこと、まあ、全てね、ぶつけてきました。で、 ですからここで長山中央公園のね、2月23日の中のこの目撃情報ね、そういうのはありますよ。ただね、警察の方はほとんど答えてはいただいていませんね。この間ね、防犯カメラ、まあ、確認してると思いますよ。ドライブレコーダーも確認してますよね。どっかに映ってますよねという話をしました。うっぺつ川に飛び込んだという話がある、ね、飛び込まされた、入った、入水したという話があれば警察官現場に行ったというので、当然それを聞いた幹部は、なんで入ったんだ、ね、それを聞けば、ね、不適切動画の話が出てきてるわけですから、それをどうするっていうのは当然署内で揉んでるわけですよねと、うん、という話もしました。まあ煽ってるわけじゃないんですけどね、そのぐらいのことは私でも分かりますよという話をしてですね、来ました。まあ、 情報提供としてはですね、この2月13日から3月23日の間で、見たという方がいますよと、ね、こういう方が、ただ若干ね、洋服の色が違ってはいるんですけども、そういった話もありますと。まだ他にもね、YouTube にも出てますけども見られたという方がいますという話をしました。まあ、そういった方から警察の方に情報は、来てますかという話をしたり、まあ、それについてはお答えできないということです。まあ、あとちょっとねびっくりしたことがあるんですけどもね、その警部さん、
いや、小川さんの YouTube は全部見てますよ。全部っていうのはこの旭川関連のことだそうです。全部って全部ですかって言って、いや全部、あ、すいません、全部じゃないです。この旭川のことで上げてる動画は、一応全部、見させていただいてますと。あ、そうですかと、ね、どうですかって言ったら、まあ、頑張ってるんですねみたいなことを言われましたけど、ね、で他にも実は他の YouTube も見てますという話をされてました。え、どなたの YouTube 見られてるんですかという話をしたらですね、まあ、誰という言葉はね、ちょっとここでは申し上げられませんけども、ちゃんと見てますよと、見てるのもありますというふうに話していたので、まあ、この動画もね、見てくれてるんだろうと思います、ね。あとね、もう一つ、これ以前もちょっと話しましたけども、今回も言われましたけども、この長山中央公園で、発見されたご遺体、前も言いましたけどね、青で書きますかね、この自裁、まあ、自らね命を絶つ、自裁をしたなんてね、まあ哲学では自殺って言うんですけどもね、をしたなんていう発表をねした覚えはないですよと、それは言ってました。これはどっかの誰かの SNS 等でそういったのが出てるだけで、警察はそういった発表をしていない。まあ小川さんもおっしゃってくれてたので、まあ分かりましたけど、それはそうではないというね、ことは、まあ言っておきますと言ったような話をされていました、ね。まず今回これ第1回目になりますが、1回目はね、長山中央公園での場所、ちょっとね周りをぼかさなきゃいけないという、でしかもねその時長山中央公園の場所、私手合わせてますけども、お花はそこに一旦置いたんですが、これある私がお付き合いのあるご住職からどういうふうにすればいいかっていう話を聞いたらですね、花を置いて、手を合わせた後に花びらを何枚かこう取って、でそこに散らしてあげてくださいと。それでそのお花は、まあ、献花台があるならそちらの方に持って行かれたらいかがですかというふうに、まあ、アドバイスをいただきましたので、今回もそのようにさせていただきました、はい。あと教育委員会、お二人の方と会って話をしてきました。あと北海道警、ね、まだ必要があればね、これからもまた再度行ってね話を聞いてみたいと思います。あと残りはねちょっと次回やりたいと思います。本日は以上になります。ありがとうございました。小川太平の事件考察室ではですね、皆さんからの情報をお待ちしております、まあ、コメントはもちろんですけども、何か事件の情報、ご質問、ご相談、そういったことがありましたら、ぜひ、このテロップ出てると思うんですけども、こちらまで、ご連絡をください。またですね、取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとかですね、そういったことがあれば、そういったものもですね、ぜひご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。